YouTube の投稿で次のネタを募集しました。今回はこのコメントを採用しました。というわけで、友達からもらった路面電車の写真に僕がスマホを変えて初めて撮影した車両を形に合わせて合成していきます。こちらが東海道線の路面電車、東海道トラムです。車がぶつかってきても頑丈でどの路線にも入れる。広島電鉄と東海道線のコラボラッピング車両。ガスが耐火した。グリーンカー、環境に良い路面電車。人力。この電車は富山ライトレール線直通、快速アーバン、富山駅です。広島駅から高崎駅まで走ってる。トラムでも天下統一、無双したかったから。故障した広電5000型の置き換え用。隣の赤い航空鉄道に客を絞り取られ、大赤字になった東海道線の末路。235に追いやられて、就職先を探したらこうなった。京急航空から逃げてきた。結果見つかって京急の餌食に。ここなら絶対に見つからないぞ。やったー。これと E231 系を混ぜたらこうなった。東京から熱海を結んでおり、片道5万2000円で8時間オールロングです。鉄泊の運転体験ミニ列車の第一線から退いた E231 が営業運転で再出発を志したことが京急航空の耳に入り、広島送りにされた模様。このシーンの続き、東海道バスが飛べるように特訓した姿。しかし、当然飛べなかった。実はこれもパンタグラフでぶら下がっているから台車がない。江ノ電の新車。日本初、すべて両開きドアのトラム。実はタイヤがついている。1両目飛行機になる、2両目ジェットミサイル搭載、3両目新快速航空に連れ去られ、強制的に飛行機にさせられる、4両目嘘鉄士による何かの特訓、5両目今まで飛ばされた車両たちの復讐、ドアなし床なし壁なし、乗ってしまうと一生降りれない。実はこれ浮いて走る E231 だった。 100km/h 以上出すと空を飛びます。シャコタンのスポーツカーに憧れて改造してみたものの、思ってたんと違う。これが JR の島流しか。車輪壊されたからここでしか走れなくなった。まあ引きずって壊れたんだけどね。宇都宮 LRT が東京まで延伸 &JR と直通開始した世界観。最近の宇都宮では LRT ができたから、JR 東は鈍行して LRT 化改造してたら何か違う出来になった。ちなみに改造費は。今回も面白いコメントありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。